それではね、ボディの塗装をしていこうと思います。使う色はクレオスのレッドを使おうと思います。他のね、ガイアのレッドとかあるんですけどブライトレッドが意外とね、朱色っぽいような感じのやつなんで、ちょっとね、イメージと違うんですよね。っていうことでクレオスのレッドを使います。いろんなメーカーからね、いろんな種類の赤が出てるんですけどね、まあ好みだね。ではやっていきます。塗る順番は裏の方から、ちょっとアップにしよっか。こんなもんでいいかな。圧力は 0.05 メガパスカルで、出る量っていうのももうマックスにしちゃってる。こんな感じ。イメージ的にはね、垂れるギリギリのところでやめる。まずこの縁の部分を裏の方からね、拭いていってあげる。僕の場合ね。それから表面を拭いていく。真っ赤っか。ライトの加減なのかな、ちょっとなんか違う色に見えるな。もちろんこれが乾けばだんだんツヤがね、消えていっちゃうけどね。全体的に同じようなツヤが出たっていうことはちゃんと塗装がね、行き渡ったっていう判断にしてるかな、僕は。
ゃんと塗装が乗ってないっていうことは、まあ、艶が出てないっていうことは塗装が乗ってないっていうことだからね。だけど角にこうなんていうのかな、塗りすぎちゃって垂らすっていうことにだけね気をつけてやっていくといいかな。うん、綺麗。なんかちょっとカメラが暗ぼったいな。周りの光の加減かな。ということでね、ボディはこんな感じ。ということで次はねトップコートをやっていこうと思うので、ここからまあ一晩寝かせてからまたね明日トップコートをしていこうと思います。ではまた。